カール・アウグスト・プリンツ・フォン・トゥルン・ウント・タクシスは、ドイツの貴族、実業家。トゥルン・ウント・タクシス公爵家課長。全名は、カール・アウグスト・ヨーゼフ・マリア・マクシミリアン・ラモラル、アントニウス・イグナティウス・ベネディクトゥス・バレンティン。トゥルン・ウント・タクシス公・アルベルトとその妻で、オーストリア大公、ヨーゼフ・カールの娘のマルガレーテ・クレメンティーネの間の、三男として、ガラーツ・ハウゼン城に生まれ。 ビュルツブルグ大学で学んだ。1921年8月18日、ポルトガル王位請求者、ミゲルの娘、マリアアンナと結婚した。カール・アウグストの兄、フランツ・ヨーゼフと、マリア,アンナの姉、イサベル・マリアも、その前年に結婚していた。カール・アウグストは結婚後、レーゲンスブルクで一族の経営する企業のうち、農業部門の経営を任された。カール・アウグストは、 ナチスドイツに徹底して敵対姿勢を取り、ナチ党の権力掌握後も自分の子供たちがヒトラーユーゲントに加入することを禁じていた。こうした反ナチス的な態度が災いし、1944年から1945年までランツフートのゲシタポ監獄に収容されている。1971年に兄、フランツ・ヨーゼフが亡くなると、 73歳のカール・アウグストがトゥルン・ウント・タクシスケ課長を引き継いだ。課長となったカール・アウグストはトゥルン・ウント・タクシスケの加算のうちの農業部門と森林部門の近代化に努め、使用人や家内企業の従業員のための住宅を作った。また、兄、フランツ・ヨーゼフが進めていたトゥルン・ウント・タクシスケの文化遺産の保護活動も続けた。百八十二年に、 レーゲンスブルクで亡くなり、ザンクトエメラム修道院宮殿の墓所に葬られた。妻、マリアアンナとの間に二男二女の四人の子女を設けた。ありがとうございます。